オトポに行ってきます。みっちゃんもいるよ。イエーイ、楽しみ。オトポの前にポケセンに行ってきました。じゃじゃん、あれ見えない。これとみっちゃんはこっち。じゃじゃーん、買いすぎた。という感じでオトメイトパーティーお疲れ様でした。イエーイ。久しぶりにオトメイトパーティーだったので Vlog を撮ろうって思ったんですけど、本当になんか一日中楽しすぎてバタバタしてて全然 Vlog が撮れませんでした。でもなんかちょっとお話ししたかったのでこんな感じでお話ししようかなって思ってるんですけど、オトメイトパーティーって年に1回の本当になんか私にとってのお祭りみたいな楽しいイベントだったので、今年もね行けてよかったなと思っております。なんか去年と変わったのが、去年は私神奈川からオトパー行ってたので全然なんか何日でも行けたし、ね、あの夜遅くまで行けたり朝早くから行って物販行ってとかできたんですけど、今回は初めて静岡から行ったので1公演だけ行ったんですけど、でもねそれでも1公演だけでも本当に楽しい時間が過ごせたので行ってよかったなって思っております。今回は初日1日目に行ったんですけど、中でも一番楽しかった、すごい良かったなって思ったのがノルンノネットの朗読劇がすっごいね一番良かったなと思っております。今回ノルンノネットが10周年っていうことですごいよね。10年前の作品なんだけど、こうやってオトメイトパーティーで朗読劇、新しいねあの今の彼の姿を見せてくれるっていうことで、キャラたちがねわちゃわちゃしてて、すごいなんかノルンノネットのねキャラたちってみんな濃いんだよね。そういうキャラたちがこうわちゃわちゃしてるのが新しく見れてすごいねなんか嬉しかったし、なんかなんてことのない日常のこう朗読をしてるんだけど、でもそのなんか普通の感じがすごいよくって、あーなんかノルンってこんな感じだったなみたいなのをなんか久しぶりに感じれて、ゲームしたのが本当に結構前だったので、なんか改めてもう一回ねプレイしたいなっていう風に思いました。なんかいろいろ新情報みたいなのもちらほら出てたんですけど、やっぱりなんかこの間一番気になってるのが、この間ちょっとツイッターで X でチラッと出てたなんか中華もののあの新しい乙女ゲームがシナリオライターさんがリリカさんっていうことで、私やっぱそれが一番気になるかな。とりあえずなんか新しいゲームってことで、えライターさん誰なんだろうみたいな感じで気になって見てたらリリカさんだったので、これはねもうライラとかめっちゃ面白かったので欲しいなと思っております。はい、あとはまあ2日目の方でもなんかいろいろね情報とか出るんじゃないかなと思うんだけど、あと昨日出てたのがバスケと AKB48 コラボの乙女ゲームが出るっていうことで、それが私は何なんどんなね感じなのかなと。私結構 AKB 世代みたいな感じで学生の頃とかすごい流行って
て、もう神セブンの人たちがもう一番輝いてた時っていうのかな。で、私は眉毛推しなんですけど、すごい好きだったし、でも好きだけど乙女ゲームとコラボってどう、謎がすごい深まる状態で終わって、PV での情報が全くなかったので、バスケ、乙女ゲーム、AKB、コラボっていう情報しか全くなかったので、マジで謎が深まるばかりなんですけど、でもまあどんな感じなのかっていうのはやっぱ気になるから、まあ、なんだかんだね、どうなのかなってなんか思うんだけど、乙女ゲームとアイドルってどうなんだろうみたいな思うけど、まあ、なんだかんだやるんじゃないかなと思います。やったらめっちゃ面白かったみたいななるかもしれないので、それもねやろうと思ってます。ただ私静岡から行って終電の関係で途中で帰っちゃったんですよね。だから白鸚途中で帰っちゃって、それがちょっと悔やまれるんですけど、ただ白鸚も15周年ってことで結構やばかったらしくって、朗読劇がそれちょっとちゃんと最後まで見たかったなっていう気持ちもありつつ、白鸚のなんかいろいろ情報も出てて、なんだっけな、まだちゃんと確認できてなくて、また乙女エイトパーティーの情報の動画とか上げれたら上げたいなって思うんですけど、なんか白鸚の落ち水の話みたいな、その前過去の話みたいなのをやるらしくて、それめっちゃそれは気になるなって思いました。白鸚、私アニメから当時入って、もう白鸚ブームがすごい時期だったんですけど、白鸚アニメから入って、その後ゲームやって、あ、すごいいいなって思ってたんですけど、いろいろ新作がまだね、ほんとまだ愛されてる作品なので、まだ新作とかも出てるんですけど、こうだんだんこう新作出てるけど私も追えなくなっちゃって、で前回の変えてないんですよね。前回の白鸚のやつも変えてない、でもうなんか分かんなくなってきちゃって、増えすぎちゃって追えなくなっちゃったなーって思ってたけど、そのやっぱ昔の話ってなるとやっぱそこは気になるなーって思っております。それはやりたいなーって思ってますね。まあ今後また今日情報がいろいろ出ると思うので、それもね楽しみにしたいなと思ってます。本当帰ってからもう余韻がすごくって、久しぶりにオートメイトパーティー行って、もう本当になんかこの空間楽しいわって思ったし、でやっぱオートメイトパーティーに行くと、やっぱ自分も乙女ゲーマーだし、その友達が乙女ゲーマーが多いんですね。なので友達にやっぱ久しぶりに会えるなんか同窓会イベントみたいな感じだったので、なんかお互いなんだろう、もう乙女ゲーム好きになって10年ぐらいになるのかな。でまあ、友達も仲良かったのも結構前、何年もねこう付き合いが長い友達が多いんだけど、お互いどんどんやっぱ年も取ってって、プライベートで結婚したりとか子供産んだりとかすごい忙しくなったりとか、私も引っ越ししたりとかもあったし、でなかなかこう会えなくなっちゃったりとかしてたんですよね。今までは毎月とか毎週一緒にお互い行ってたくらい仲良くても、やっぱもう結婚して子供もできて忙しくて乙女ゲーム最近できてないんだって友達もやっぱ多いし、でもやっぱ乙女エイトパーティーは久しぶりに行くってことで、昨日なんか久しぶりに会って、なんかもう泣きそうになっちゃって、なんか生き別れた家族に会うじゃないけど、なんかすごいなんか、あー私のなんかいる場所だみたいな、あーなんか久しぶりに会えたぎゅーみたいな感じで、もう泣きそうになるぐらい嬉しくて、もうお互いなんか何も言わずにハグしてましたねそんぐらいなんか友達にこう会えるきっかけにもなるイベントだったし、普通になんか好きなゲームのなんか世界観が感じれて楽しかったしね、すごい良かった。声優さんのバラエティコーナーとかもやっぱ本当に面白くって、毎回なんか私乙女ゲームは声優さん目当てで見てるっていうか、やっぱキャラを見てる方なんですよね。なんだけどやっぱ声優さんたちがわちゃわちゃしてるのが本当に面白くって、すごいなんか笑いまくったし、でやっぱアキトのルノネットのアキトとか、クロックゼロの虎之助が好きっていうことがあって、杉山さんすごい好きなんですよね。やっぱ杉山さんがすごいね、いつも真面目に誠実な方で、なんか真面目にバラエティしてくれる、だからバラエティしてるつもりないと思うんだけど、そう真面目にやってるだけなと思うんだけど、それがすごい可愛らしくって、一番笑ったから、杉山さんが何やっても笑ってしまう、ほんと可愛くてすごい楽しかったなと思って、俺もそう昨日ね、いろいろ会ってくれた方とか、そう席とかも前後でなんか知り合いの子がいてくれたりとか、わーりょうこちゃんみたいななって、すごいね楽しかったなと思っております。今日はなんか今回はリア友と一緒に行ったんですけど、
ど、リア友も初めてのオトメイトパーティーで、なんか最近オトメゲーム好きになってオトパ行ってみたいみたいな感じになって一緒に連れてったんですけど、すごいなんか楽しかったって言ってくれたのでよかったし、マジなんかあーなんかオトメゲーム好きでよかったなって改めて思いました。最近ちょっと動画頻度とかも少なくなっちゃってるんですけど、まあちょこちょこねこうやってお話とかしていきたいしね、これからもねもしかしたらどんどん忙しくなってゲームとかできなくなっちゃうかもしれないけど、でもやっぱこうやってなんか動画とかも投稿したいし、ゲームもいっぱいやっていきたいなと思っております。とにかく、まあ、今私ラディアンテール、まだサーカスやってるのでラディアンテールのファンディスクちょっとやってて、今次はねリアンくんやろうかなって思ってるんですけど、ラディアンテールやって終わったらね、あのシュービル届いてますので、シュービルのファンディスクの方やってってやりたいなと思っております。昨日朗読劇見たらキュピパラがねもうすぐ発売なので、すごいなんかキュピパラがね楽しくなりました。あの新しいキャラクターで上村優太さんがやってる新しいキャラクターなんですけど、そのキャラクターも朗読劇に来てて、なんかライトみたいなライトってやってて、それがね本編でどうやって出てくるのかなっていうのが楽しみです。ドーナツとかでこうやってなんかこうなんか占いみたいなしてて、まあ、何言ってるか分かんないと思うんですけど、ゲームやればね分かると思います。ドーナツでこうやってやってて、あれ私もやりたいなって思いました。ちょっと喉がガラガラなんですけど、すごいね楽しかったなと思っております。ということでオトメイトパーティーお疲れ様でした。 Vlog が本当全然撮れてなかったので、ちょっとだけ感想をお話ししたんですけど、本当になんか楽しい時間過ごせて幸せな時間だったなって思っております。本当なんか多分、まあ、静岡に引っ越してそんなね前みたいに行きやすいっていうわけではないんだけど、でもまた来年もね行けたら行きたいなと思っております。ということでオトメイトパーティーお疲れ様でした。またね。また、あの、新情報とか出たらお話できればいいなと思っております。じゃあ、またねー。お疲れー。